2007年のスーパー GT は2007年3月17.18日に鈴鹿サーキットで開幕し11月3.4日に富士スピードウェイで閉幕した全球戦のシリーズである最終戦は JGTC 時代から数えて通算100戦目となった決勝ベストラップによる WH はナシ GT500 日産 VK45 デニスン陣営は車種は フェアレディ Z のまま、ストレートスピードの改善を図り、本格的にな、エンジンを投入。前年の最終戦で、ニスモ陣営が1台だけ、試験的に投入した風画用エンジンをベースとした4.5リットル V、ハッチエンジンを改良したものが搭載された。ニスモ以外のチームへの供給は、第3戦からとなった。トヨタ陣営は、前年まで、スープラを走らせていた。 スチアエンジニアリングとサードに前年の型落ちマシンを規定変更に合わせてアップデートしたものという形でレクサス SC430 を供給。もともと SC430 を走らせていたトムス、セルモ、ルーマンの3チーム、そして第5戦からはクラフトにも2007年型の最新スペックマシンを供給し、メーカーとしては6大体制で臨んだ。これによって トヨタアークス参戦開始以来の主力車両だったスープラが消滅した。ホンダ陣営は新たに金石勝友がオーナーを務める新生チームリアル・レーシングへと NSX を追加投入し JGTC 時代の2003年以来のワークスマシン5大体制となった。そのリアル NSX は終盤2000で4リットルエンジンを搭載するなど実験大的な役割も果たした。 また、ホンダのメーカー体制強化を狙ったチーム、ホンダレーシングが解散し、アルタ、ドームはそれぞれ自社体制へと参戦体制を戻した。GT300 インターネット配信のヤフー動画が配信を止めたことにより無料で視聴できるライブ放送がなくなった。BS デジタル放送 BS 日テレにて、ハイビジョン制作番組の録画放送が開始され、再放送も行われている。 スーパー GT の運営母体である GT アソシエーションの組織改編が行われ、従来の理事会、事務局を廃止、新たに GTA 委員会を設置。同委員会の委員長には、レーシングプロジェクトバンドを代表のバンドを正明が就任した。また GTA の株組織として、株式会社 GT プロモーションを設立、テレビ番組の制作等の業務を移管した。 トヨタチームクラフトは、第5戦スポーツランドスゴから、秋放送開始の機動戦士ガンダム WO にちなんで、マシン名に、レイレを入れ、カラーリングを、ガンダムカラーに変更した。タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、K、クムホ、H、ハンコック GT500、GT500 アルタ NSX2007 年、チャンピオンカラー。 ありがとうございます。